んこんにちは、ちがみなです。ブブーン。本日なんですが、東京モーターサイクルショーに遊びにやってきました。それじゃあ早速なんですが、開演の時刻がもう過ぎておりますんで、中に入っちゃいたいと思います。それじゃあ皆さん行ってきます。ということでね、今ね会場内に入ってきました。それでね、一番最初に巡るブースなんですが、やっぱり私が乗っているバイクであるホンダブースにね行ってみようかなと思います。コンドルコンドル、早速並びが長いんですけど、とりあえずね最後尾に着きたいと思います。すごっ、なんとホンダコーンのガラポンが光るみたいなんで、とりあえず引きたいと思います。ってことで、じゃじゃん、ガラポンゲットしました。開けてみます。じゃじゃん。ってことで、ステッパーをゲットしました。それじゃあね、ホンダブースで見たいものがあるんで、それちょっと見に行きたいと思います。ってことで、スーパーカブ C125 です。ニューカラーです。このカラー新しくね今回発売されたみたいなんですけど、めちゃくちゃ色味がいいよ。もうまさに昭和レトロって感じがします。私が乗っているねスーパーカブ C125 もめちゃくちゃ可愛いんですけど、この色味も最高に可愛いのよ。このレトロな感じの色味がぶっ刺さっております。それじゃあね、このバイクにまたがってみたいと思います。今ね新カラーにまたがって見てるわけなんですけど、色めちゃくちゃ良きなんですけど、写真で撮った感じと目で見た感じもあんまりね変わらない印象だったんですけど、色味がめちゃくちゃいいです。ってことで、ブブーン。ってことで GT350C です。私がねここに来てこのバイクを見たいなっていう風に思ってたんですけど、やっぱりね想像以上にレトロかっこいいです。このバイクね今日はまたがったりとかはできないみたいなんですけど、間近で見ることができてよかったです。私最近 GB350S にね乗っているんですけど、こっちの 350C ももちろん気になってまして、グレーよりちょっと淡いブルーっぽい感じのパステルカラーな印象で、ネットで見かけてからずっと気になっておりました。ちょっと近くで見てみたいと思います。フォルムやばい、めちゃめちゃいい。思ってた以上に可愛い感じかも。なんかシートチョコレートって感じがする。ちがみなの動画。ってことでホンダブースをね見てきました。それではお次なんですが、これもねちょっと見に行きたいなって思ってたブースであるヤマハブースにね遊びに行こうかなと思います。ヤマハブースはどこだろう。東京モーターサイクルショーって結構ね広いので、もうね気がついたら迷子になりかけそうになっちゃうんで、ちょっと地図見ながら歩きたいと思います。とりあえずひとまず行ってみます。過ぎたかな、なんか過ぎた気がするな、気づかずに通り過ぎたのでは疑惑。あった、ありました、見つかりました。そして今日ねヤマハブースでもちょっとまたがりたいバイクがありまして、というのもね、私茅ヶ崎みなみ身長伸びました、と言っても無理やり伸ばしたんですけど、私のね普段の身長は150センチで結構なね小柄体型なんですけど、本日は身長を盛りに盛れるロングロングブーツをね履いてきたんで、高身長状態でバイクにまたがりたいと思います。ってことで着きました。私ね乗ってるバイクはホンダ勢なんですけど、結構ねヤマハのバイク見た目が好きでして、眺めてよしなバイクだななんて思ってます。私がまたがりたいなって思ってたバイクを探しますか。あれ、またがれるかな。またがりたいと思ってたバイク、またがれない可能性ありけりなんだが、展示されてないってことはないと思うんですが、ない気がする。ありました、 XSR125。 このバイクねめちゃくちゃ気になってたんで、ちょっとまたがってみようかなと思います。それじゃまたがってみます。よし、おー、いや来た、これ。よし、今ねブーツめっちゃ高いの履いてるんですけど、これ履けばつく。これなら多分市場とかでも走れそうな気がするんで、今度ねレンタルとかして借りてみたいなと思います。やばくないですか、めちゃめちゃかっこいい。ブブーン。今ね XSR125 にねまたがってみたんですけど、なんと着きました、足着きました。やっぱこのねロングロングブーツを履いているか否かではだいぶ違うなっていうのがね身をもって実感できました。このブーツを履けばシート高が割と高めのバイクも乗れそうな気がするんで、ちょっと次のブースでは大型バイクとかにもねまたがってみようかなと思います。それじゃあ次のブースへ行ってきます。ブブーン。ちがみなの動画。じゃじゃーん。ってことでやってきました、川崎ブース。このモデルが多分新車
新しいバイクなのかななんて思うんですけど、初めて見るかも。秋発売するらしい目黒 S1 ってバイクみたいです。ここの部分目黒って書いてあるんですけど、めちゃくちゃレトロな雰囲気が醸し出てる気がするよ。こっちはさっきとはちょっと違う種類のバイクっぽいです。このバイクは W230 ってバイクみたいです。このバイクむちゃくちゃかっこよくないですか。白の感じがオフホワイト寄りのホワイトで質感が高めの印象です。むちゃくちゃかっこいいやつよ。私と並んでみるとこんな感じです。バイクの中のバイクみたいな感じの見た目で、これ 230cc なんかな。発売したらぜひね、またガリに行きたいなと思います。最近ね、丸めバイクに目覚めておりまして、これめちゃくちゃかっこいいんだけど、 W800 ってバイクみたいなんですけど、見た目がとにかくおしゃれよ。そしてこのお顔部分、丸めライトの部分がなんとも良きってことでね、 W800 また買ってみたいと思います。さあ、足はつくかな、どうだろう。あ、ついた。やっぱね、このね、身長ロングロングブーツさすがよ。これがあるだけで大型バイクも乗れるような気がします。ちょっと希望が湧いてきました。やっぱこのブーツで来てよかったってことで、ブブーンってことで、これ ZE1 ってバイクみたいです。多分電動バイクです。多分このバイク電動、本当に電動なのか。ちがみなの動画触れるわ、はい、ってことで、私がインスタフォローしているはるかさんという方がいらっしゃいました。こんにちは。めちゃくちゃ可愛い。そして身長めっちゃ高くてスラッとしてます。今あの膝折りたたんでくれてます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃじゃんってことで、今ね、超有名インフルエンサーさんにお会いしました。中国の方なんですけど、お守りもらっちゃいました。なんかテンション爆上がりすぎて、かっこいいとか美しいとかスタイル良すぎぐらいしかもうなんか喋ってなかったと思うんですけど、ずっと憧れてた方だったんで、ちょっとお会いできてめちゃめちゃ嬉しかったです。ってことでね、 JAF のブースにやってきました。じゃじゃんってことで、JAF のバイク運ぶやつです。私もね、実際に MyCBR250RR をこの上にね、乗せてもらったことがあるんですけど、これね、作業員さんが一人で住んでるんですよ。すごくないですか。結構ね、がっつりした感じの装備で、これに任せとけば安心って感じでした。あ、動画だったこれ。あ、動画だった。はい、ってことで、ルリコさんです。ルリコです。愛車のハヤブサです。ハヤブサです。でかいです。というわけで、 RS 太一ブースにやってきました。私ね、普段 RS 太一のバイクウェアを着ているんですけども、新しいのがないかちょっとチラッと見たいと思います。春夏のものがメインに置いてある気がする。これめっちゃ可愛い。ブルーが入ってるデザインが結構気になります。襟付きのバイクウェア可愛い。こういうガラッとしてるのもね、最近好きなんですよね。でも私が持っているのはシンプルなやつです。ってことで、ちょっとまた別のブースに行きたいと思います。すずちゃんがいるブースに遊びに来たよ。あ、レスラーって呼ぶんだ。なんて呼ぶんだろうってずっと思ってた。これかわいい。 いや、ずっとね、最近ね、ここ最近いいなっていう風に思っているグラムスター。こういうヘルメットもね、一度はかぶってみたいなっていう風に思いつつ、いつも汎用性が高いようなデザインのものを選んじゃうんですけど、スーパーカブと GB にね、めちゃくちゃ似合う気がするんですよね。やっぱこの形かっこいいよね。この形好きなんよ。私が乗っている CBR250RR のマフラーもなんかこういうスーンスーンっていう感じのさ、デザイン性なんですけど、この形めちゃめちゃ良きよ。今年で70周年みたいなんですけど、70年ってなかなか歴史深くないですか。今ね、時間がだいぶ経ちまして、だいぶね、混雑してきたんで、そろそろブース周りは終わりにして、ご飯休憩にでもね、行こうかなと思います。こっからが本番よ。こっからが本番。ご飯食べるところからがスタートよ。出口探します。ちがみなの動画というわけで、焼肉ライクにやってきました。イベント終わりの締めライクです。それじゃあね、もうお腹ぺこぺこなんで、早速なんですが、本日のランチ、焼肉を選んでいきたいなと思います。それじゃあ皆さん到着までしばし待たれよってことで、コーラが届いたんで、ひとまずコーラ乾杯。いただきます。コーラ最高。コーラうましすぎるやつよこれ。このために歩いた。このために歩きました。結構ね、イベントめちゃくちゃ広くって、なかなかのね、ウォーキングになったんですけど、もうこのコーラを飲むために歩いたと言っても過言じゃないです。ってことで、
2度目乾杯乾杯。ほら最高よ。ということでじゃじゃんやってきました。牛すきプレートと追加したホルモンとあとはタンです。めっちゃ長いタンが運ばれてきたよ。全部うまそすぎるんだが、とりあえず火をオン。パチー。これじゃあちょっと温まるまで血が染まかれよ。これじゃあ最初はね巨大タンからいったります。すいー、あ待って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 、ちょっと今日は豪華にいっちゃいますよ。巨大タン、おわわわわわわオン。待って入らん。めっちゃじわじわいってるんだけど、すぐ焼けちゃいそう。ちなみに私茅ヶ崎みなみ、この生醤油ダレが一番好きです。これうましいよ。ちょっとファイヤーしてる。想像以上にファイヤーしちゃってる。待って、香り良すぎるんだけど。お肉の香りふんわり香ってくるよ。焼けてきた。でここにゴンザネギ、えい、うわー、ちょっと待って、これ最高の一品だ。待って、負けてない。できた。待って、落ちる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 。じゃじゃん。ってことで牛タン完成です。いただきます。多分味ついてるんでこのまま食べちゃいます。めちゃくちゃうましやすすぎるんだけど、これ美味しすぎて飛べるわ。やばい、うまい、最高。からの米、焼肉たまらん。牛タンもう一個いきます。スイッ、これめちゃくちゃうまいわ。その間に卵、からのネギ、コロ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 、からのお肉、いただきます。熱そう。うんまっ。尋常やないより、うんまし、めっちゃめっちゃ美味しい。これパンめっちゃ染みました。注文してよかった、めっちゃうまし。それじゃあ他の牛たちも焼きたいと思います。卵にお肉をくぐらせて、これがうまいよ。からの米までがセットだわ。めちゃくちゃうまし。焼き肉レック超久しぶりなんですけど、これよこれっていう味してる。お肉焼き中。お肉を卵にこうくぐらせて、からのために生きてる。もうね、今日モーターサイクルショーの動画なくなんですけど、もうどっちかっていうとこっちがメイン、こっちがメイン。もうこのね、肉を食べなきゃ、やってる人は肉を食べなきゃ終わらないんじゃんってことで、続いてはホルモン食べちゃいます。うまみ凝縮されたこのうまみ、このホルモン最高。焼肉ライクのホルモンって安定なのよ。安定なの、臭みも全然ないし、もうね何もかも削ぎ落としたシンプルなホルモンなんですけど、凝縮されたうまみがうんってなってるの。そう、うんってなってるから、もうねいつ食べてもこの安定な味が楽しめるっていうのがライクの魅力よ。うますぎる。ちがみなの動画ということで、ごちそうさまでした。めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。今回はね、東京モーターサイクルショーってことで現地にね、潜入してきたわけなんですけど、新商品とか新バイクとかね、見れたりとか、あとは前々から気になってたメーカーの商品とかを見に行ったりとかしたんですけど、あれがめちゃくちゃ良かったです。スーパーカブ C125 のニューカラー、もうあのね、レトロなカラーリングはドストライクすぎて、そう、このバイクないよみたいなさ、カラーリングで、あ、このバイクいいっていう風に純粋に思えて、しばらくね、そのバイクを眺めてました。まあさすがに同じバイクを買うってわけにもいかないんですけど、ちょっとね、あのバイクがレンタル車両とかで降りてきたら乗ってみたいなーなんて思いました。あとあれね、今日ね、身長がロングロングになる身長のかさ増しブーツを履いてきたわけなんですけど、これ履いてたらマジで800メートル以上乗れるわってなりました。今回いろんなバイクにちょっとまたがってみたんですけど、大型バイクも乗れそうな感じするし、私が前から気になってたけど足切り無駄だからって諦めてた XSR125 にもまたがれたんで、ちょっと近いうちにこれもまた借りたりとかして部分とね乗ってみたいななんて思いました。それじゃあそろそろいい時間なんで、お家に向けて帰りたいなと思います。ではでは、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。